ねえ、何？なんでクマさんなの？イクマがいい。クマはクマでもイクマがいい。イクマがいい。何変な小ボケ用意してきてんだよおい。今日の企画なんですけど、クイズ大会やりたいんですよ、うん、ピンポーンってやつ。ああ、はいはい。で、まあ、いつも白熱して誰かが切れたりっていう展開に必ず誰か泣きます。そうでしょ、なってるでしょ、うん、今回まいちゃんも参加してもらおうかなと思って。うわ、あの視聴者さんは分かってると思うけど、普通にやったらまいちゃん勝てるわけないんですよ。なんでよ、どんくさいから。ねえ、分かってんだろ。ピンポンをしに行けないってこと。そう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 。そんなことないよ。あとはあのシンプルにあの問題も分かんないと思うんで、だから今回、うん、まいちゃんには事前に問題と答え教えとく。いいの、私だけ。うん、もちろんもちろんこれですよ。うん、例えば奈良だったら電車とか新幹線詳しいでしょ、大ちゃんだったらゲーム詳しいでしょ、うん、みんなが得意なジャンルの問題を私用意してあるんですよ、うん、その問題なのにまいちゃんが誰よりも早く答えられたら、うん、みんなどう反応するかっていうのもちょっと見てみて。なるほど、はい。もう兄弟だけの対決なら泣いたり切れたりするけど、うん、そう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 、私が圧勝したら、うん、一緒に喜んでくれるのか。そう、そっちの検証も込みで。でもさ、だからそっちの表情を見たいから、うん、頼むから当ててよ。 OK、 じゃあザーッといきますね。はい、小学生5年生社会の問題、これはあっくん用にも問題作ってます、うん、日本で一番広い平野は。平野は、はい、盆地。これ大丈夫かな。モンスターハンターのクイズ。次のうちゲームの中で個体がオスとされているのはどれ。ゲネルセルタス、ガムート、タマミツネ。ガムート。言ってだけだろ。タマミツネです、これね。タマだからか。うん、やめとけよ。やかましいやもん。タマミツネ。覚えておいてください。タマミツネ。タマミツネ。じゃあこんな感じで、okay. ちゃんとジム覚えた。じゃあ、あれ、あの、オスのモンスターハンター。ガムール。つばっか野郎よ。しかもガムートだし。二重で間違えてんのよ。玉三つ目ね。玉三つ目、そう、オッケーオッケー。じゃあ、しっかりこれでいきましょう。はい。頼むよ。わかった。情けないとこ見せないんだよ。オッケー。オッケー。こ。ガムート。ちげえよ、玉三つ目。ボトシュート。集合してください、皆さん。今日は私、このクイズ、初参戦でございます。おっ、ほっ、あー、怪我しそう。やだ、やめて、足取りが重いね。今日のクイズは、みんなの得意なクイズを選んでくれたそうですが、私のポケットマネーかかった企画になっております。第1問、はい、これは、5年生社会というジャンルです。うわ、そういう感じね。では、第1問、日本で最も高い山は次のうちどれ？で、富士山でしょ。正解！第2問、石狩川、利根川、信濃川、うん、日本で一番長い川はどれ？利根川。ベベーン！信濃川。正解！ちょっとすごいじゃん。すごくない？今日勝っちゃうかもしれない。まいちゃんだったら荒川とか言うかなと思ってたんだけど。いや、選択外の。ちょっと頑張って、2人も。では第3問、はい、十勝平野、石狩平野、関東平野、日本で一番広い平野はどれ？関東平野。正解。ちょっとじゃあ次は5年生問題ではなく、はい、ちょっと7が不利だったんで6年生、新幹線クイズでいきたいと思います。分かる。第4問、信濃、白鷺、白鷹、光、次のうち東海新幹線はどれ？どうしたちょっと今ぶつかっちゃったの。うん、大丈夫、大丈夫なの。ねえ、頼むよ。うん、ねえ、あんた、緑、カモメ、ツバメ、日銀、次のうち九州新幹線はどれ？わかった。すごい。
次の選択肢いきます。北斗、颯、浜風、白斗。次のうち、北海道新幹線はどれ？ちょっと、あ、北斗。ベベーン。白斗が、もう一回言ってください。白斗がベベーン。あ、もう忘れたの？なんだっけ、なんだっけってなんだろうか。いや、誰、どっち、どっち、俺の手だろ。どっち、俺の手だ、こっちは。これは、いっくん、答えどうぞ。あやて、正解。次のジャンル、モンスターハンターです。大丈夫、モンハンか。モンハン、モンハンです。モンハンクイズ。これね、大ちゃんも出したら分かんないぐらいむずいかも。アオアシラ、リオレイヤ、イブシマキヒコ。次のうち、別名風神竜と言われているのはどれ？何してエイブシマキヒコ。正解。藤巻彦。押せんだよ。ゲームの中で登場する個体が押すとされているのはどれ？押すですよ。玉玉がついてる押すです。玉がついている一つ。ゲネルセルタス。二、ガムート。三、玉ミツネ。玉ミツネ。正解。あ、ゆっくんそれしかねえだろ。玉なんだから。ちょっと、何や、そうだった。ガブート。あ、せえよ、ガブート喋ってんだよ。声優に関するクイズ。声優だ。次の出演声優さんを聞いてアニメを当ててください。ほわー、むずいね。桜井貴博。はい。日野さとし。はい。あ、はい。花江夏。鬼滅の刃。正解。分かってねえだろ、ハゲ。今抱きつけ、分かってたの。抱きつけに来ただけや。分かってたよね、今のは絶対。分かってたよ。次の出演声優さんを聞いてアニメを当ててくれ。はい。花江夏樹。おお、またか。くすのきともり。おお、来た。スパイファミリー。ブブー。どっちも出てねえわ。何してんの、何してんの。3人目、ファイルズアイ。え、出てるか。チェーンソーの。正解。ちょっと、え、花江さん出てる。ちょっと。では、みんなが得意なジブリクイズ。お、いやー、これまずはあれじゃない、ユリじゃん。来い。これでも簡単な問題ならみんな答えられると思う。失われし大地との絆。ポトロの主食は何？どんぐり。正解。次、最終問題です。お、今な、誰が何点ですか？俺、3かな。3かな。よくないんです、最終問題。この得点、10点にしましょう。いや、なんで寿司三昧だ、さっきから。それだけはちょっとはっきりさせてもらえる。魔女の宅急便で、うわ、強いよ。キキが働いているパン屋さんの名前を答えてください。1です。一回言うか。グーチョキパン。よろしいでしょうか。はい。今荷物が届きましたんでね。魔女の宅急便でキキが働いているパン屋さんの名前を答えてください。おい、何してんだよ。グーチョキパン。グーチョキパン。ほ、正解でございます。12時。あのさ、はい、さっきまで誰も分かってない感じだったのよ。でも、ま、選択肢も出てないじゃん。うん。でも俺行ったじゃん。うん。行って戻ってきた瞬間分かってんじゃん。お前やったな。え、やったな。やった。誰かに教えたろ。この企画、まいちゃん、すべての答え知ってました。はなのに、ちょっとどんくさささと記憶力のなさで。ごめん、何してんの。答えもだって、ジャンキーに
覚えてねって言われたら覚えたの。まあそれは確かにそうだね。でも覚えられてないから、あのえ、嘘じゃん。違う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 、私は覚えろって言われて、違う違う違う、覚えさせられたんだよ。いや覚えさせられたんじゃない、覚えられてないね。またお前か。なんで私を覚えさせたか分かる？分からん。自分の自腹を回避するために私を呼んだんだ。いや、ノリノリだったじゃん。早く景品よこせよ。よこせよ。うん十万だよ。うん十万だ。どう落とし前つけんだよ。分かった分かった。ちょっとお財布あれってないな。ない。んあれどうしたんだろう。取った？取ってねえわ。ちょちょちょ、探す探す。早く探せよ。あれ、じゃあ、そのケツポケットに入ってみます。ケツポケになんか入ってた。逃げたよ、絶対逃げた。もしかして。じゃあちょうだい。いやだ。今日も動画見てくれてありがとうございます。インスタグラムをやってるんで、フォローよろしくお願いします。高評価もお願いします。じゃあ、チャンネル登録よろしくね。